では一つ目のマシュマロいきますね。ペコラと一緒にお風呂に入っていったのは何歳までですか？そうですね、うちの子供たちはもう1年生には1人で入ってて、年長さんくらいまでだったかな。ある時ね、パジャマを用意するのを忘れちゃって、マミーが持って行ったら、お風呂場に入れなかったことがあるの。鍵行きしてたんだよ。びっくりでしょ。だからお兄ちゃんたちもなんだけど、みんな1人ずつお風呂入る時には、1年生にはもう入ってたね。で、鍵をかけて入ってた。もうママもマミーもびっくり。みんなはどうですか？そうだよね、小学生の低学年ってまだ入るよね。でもね、みんなうちの子供たちは鍵かけて、もうお風呂場に行ったらマミーはお風呂場には入らせてもらえなかった。思春期だからね。そっか、次行きますね。マミー緊張してますか？今のお気持ちをどうぞ。とっても緊張してます。もう食事も今日は全然何も食べれなくって、今もう配信前に何か食べたいなと思っても全然食欲が湧かなくって、それだけ緊張してたの。でもみんなに会えてとっても嬉しいです。みんな優しいんだもん。もうママうまく話せてるよ。マミーかわいい。ありがとうございます。そう言ってくれるととっても嬉しいです。次行きますね。お母様、娘さんをください。幸せにしますから。ペコちゃんはとってもわがままですよ。大丈夫ですか？でも優しさもあるから癒してくれるかもしれないね。ペコちゃんをもらってお嫁さんにしていただけたら。でも今はまだみんなのアイドルでいさせてあげてください。ペコちゃんは小さい時どんな子でしたか？お兄ちゃんたちとは違ってお外のお遊びが大好きで、いつも公園とかに行って遊んでましたね。公園の滑り台とか滑るのが大好きで、みんなと一緒に遊んでましたね。今は外にはあんまり出ないね。ほとんど出ないって言っていいのかな。お部屋にこもって一人で黙々何かをしてますね。何かをしてるか眠っているか、どちらかですね。リビングに来てたのはお食事の時くらいですかね。そんな感じです。ペコラマミーが知っているペコちゃんの弱点を一つ教えてください。弱点ね、何かな。今は思いつかないの。ないんじゃない？今日強すぎちゃって。ないと思うよ。みんな知ってる弱点あったらマミーに教えてくれる？みんなコメントありがとね。マミーにいろんなこと教えてくれてありがとうございます。え、待って、なんか初配信邪魔しないでって言われてんだけどさ。いやもうエイプリルフールですよ皆さん。ねえペコちゃん、そんな怖い声出さないで。あ、はい、エイプリルフールなんです皆さん。わかりましたか？これ嘘ですよ。マミーデビューしません。イエーイ。ペコちゃん怖い。みんな怖いよね。